なぜだ、なぜガンランスがマルチプレイですごく嫌われているんだ、ということで、どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。レオジンと申します。モンスターハンターワールドアイスボーンやっていくわけなんですけども、今回の動画のテーマ、それはですね、ガンランスがマルチプレイでめちゃくちゃ嫌われている件について、触れていこうかなと思います。まあな、ガンランス、まあね、過去作ではですね、この砲撃だけでですね、プレイヤーを吹き飛ばしていたほど、ね、すごくマルチプレイでは特に嫌われていた武器といっても過言ではない、ちょっと不運な武器ではあるんですけども、まあね、アイスボーン、まあ、ワールドからなんですけども、砲撃で味方が吹き飛ばなくなった、そして、アイスボーンからは、ワールドですごく嫌われていたこの尻餅判定をつかせるこの薙ぎ払いが修正されたことによって、少しマルチプレイでもね、役に立てるんじゃないかなって思ってた矢先に、なんと、今回の新アクション起爆流行の爆発により、他のプレイヤーが尻餅をついてしまうという、なんとももう致命的なことがですね、発覚しまして、今この現環境で、特に、マルチプレイですけども、ガンランスのこの新技の起爆流行によりガンランスがめちゃくちゃ嫌われているというのが現状でございます。なぜだ、なぜ新アクションでこう他のプレイヤーが迷惑かかるようなことな、ね、この仕様になってしまっているのかっていうのがすごく疑問に残るんですけども、まあ、起爆流行ですね、まあ、ガンランサーの言い分として少し言わせていただきたいんですけども、この起爆流行があるかないかでですね、火力がマジで差が出るんですよね。まあ、今この起爆流行これなんですけども、まあ、この起爆流行に砲撃を当てることによって爆発を起こすという、この爆発が他のプレイヤーにとってはすごく迷惑だということですね。まあ、だから今ここ刺してる部分がリオレウスの頭としましょう。でそれでね、ハンマーとかね、スタン武器の人がハンマーでわーってここ殴りに行くのはもうみんな分かってるじゃん。もうハンマーはスタンを取る武器、頭殴る武器って多分みんな分かってんだよね。でそういう状態で仮にガンランスがこうやってずっと起爆流行こうやって撃ってたとしよう。仮に撃ってたとしたら、これハンマーの人近づけません。そう、起爆流行のこの誘爆により尻餅ついてもんついてしまうから近づけない。もうしまいに流撃砲なんて撃っちゃったらもうペボバーンの尻餅しかつかないみたいなね。結局ハンマー殴れずみたいな、お前ふざけんなよガンランスってなってるのが今の現状でございますね。まあ、特にランスとか、片手剣とか、まあ、ハンマーとかがまあ代表的な例なんですけども、まあ、スーパーアーマーがついていない武器、技が多い武器とかはですね、もう特にこの尻餅が本当にもう迷惑だよね。なんかすごくわかります。リスナーさんとかでも起爆流行なんでそんなに使うのみたいなのを、まあ、聞いたりします。まあ、もうガンランサーからしたらもうこれがないとね、今のねマスターランク戦えないんですよね。本当にもう全然火力違うから、本当にもう普通に700とか普通に入っちゃってるけど、これがあると本当にねダメージ与えれるんだよ。だからね、ガンランサーとしてはこの起爆流行を刺してなんぼ、刺していかなきゃいけないっていう立ち回りがね今強いられてるんですよね。今の仕様で言うと一生懸命こうやってさ武器攻撃パシッてやってスリンガー拾って起爆流行装填するのよ。一生懸命取って、はい、装填して、そう装填して起爆流行刺すね。さあ刺してから、ここからフィーバータイム、砲撃バチコリ当てていって火力どんどん出していって、みんなと一緒に頑張って戦っていこうっていうのが今の現状なんですけども、あーね、マルチプレイだとこれがダメだということで、まあね、ほんとね、マルチプレイでマジ大げさに抜きで、もう起爆流行を封印して立ち回ってる人がいるまで本当にね爆発範囲が広いのと尻餅判定によって嫌われてんだよね。だからもう対策の一つとして、もう使わない、使わないっていうのは結構辛い選択だよね。火力出せないからね。ワールドと同じことやってるっていうのもあるし、火力が本当に出せないので、まあトータル火力時間が長くなるんじゃないかなって思うけど、でも起爆流行によって他のプレイヤーの手数を減らすってことを考えたら、まあどっちもどっちかなみたいなとこあるんですけども、もうそれか、もう他のプレイヤーが比較的近づきにくいような、近づかないようなとこに起爆流行を刺すかの2択なんですよね。もう爆風に巻き込まれないような場所に、1人寂しく刺して砲撃でこうダメージを取っていくみたいな立ち回りが必要になってくるわけですよね。
これがね、難しいとこですよね。もう全然人気のない場所に刺して、仮に刺したとしても、次はガンランスの人がそれに砲撃を当てて持続的にダメージを与えれるかどうかっていう問題出てくるわけですから、すごく難しいとこですよね。この問題はね、ちょっと修正してくれたらすごくハッピーだなって思うんですけども、それはちょっと高望みしすぎですかね。すごくしすぎなのかもわからんですけども、直してほしいな。投げ払いの尻餅判定がなくすことができたんだから、起爆流行の誘爆の尻餅判定もぜひなくしていただきたいなって思います。ではちょっと今からその起爆流行が他のプレイヤーの人たちに迷惑がかからないような指し方をですね、なるべく迷惑かからないように立ち回っていけるように、ちょっと僕が頑張っていきますんで、ちょっとよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回はですね、起爆流行がいかに、迷惑をかけずに、いかにっていう言葉がおかしいな、そう、起爆流行を迷惑かけないようなとこに、まあね、刺していかないといけないというのでですね、まあ、実際に、まあ、目かからない程度にね、起爆流行を試していこうかなと思います。まあそうだね、まあ、剣士を使っている方のほとんどが、まあ、やはりこのティガレックス足を戦う時とかは特にそうですけども、まあ、基本的に頭か腕ですよね、行く時となれば。まあ絶対そうなんだけども、まあ、ガンランスって、うわー、ガンランスってその場所を選ばないで戦える数少ない武器の一つなので、まあ、別で前だろうが後ろだろうがあまり火力をね関係なく出せるっていうのがね、ですね、やっぱ強いゆえんなんですよね、この武器の強さ。まあ、なので、まあ、起爆流行を刺すのであれば比較的肉質の人気のない、例えばそうですね、後ろ足ですね、こいつだったら、まあ、ダウンも狙えるから後ろ足、あと足の尻尾の付け根あたりとかはいかがですかね。そこだと比較的こう集まりにくいですよね、起爆流行っていうか、まあみんながこうなかなか刺しにくい場所ですよね、刺しにくいっていうか、あまりこう人が来ないような場所ですよね。まあ、なので、まあ立ち回りとしては、この後ろ足あたりにこう刺さなきゃいけないんですけども、こんな感じかな。まあ刺すことができたから OK。で、次に大事なのが他のプレイヤーの武器種を確認する、これね。まあ、ハンマーとかがいればですね、まあ、もちろん頭部は譲らなきゃいけないですよね、まあ、スタン取ってほしいですから。こういう感じでね、もうバシバシこう人気ないない時でも、こういうあまり人気のない部位にこう刺す技術が問われるね。まずまずよいしょ。まあ、今右足に刺してるからですね、まあ、放射型だったら届きますね、リーチが長いからですね、縦に。まあ、比較的そういう、なんて言うんだろう、判定自体は結構広いのでですね、受付判定時間、受付判定距離っていうんですかね、範囲かな。もう、うるさいな、こいつ、本当。まあ、なんで、もう、人がいない、人気がない場所をひたすら売っていくっていうのが、もう起爆流行がマルチプレイで生きるやり方だと思います。だからその比較的肉質の柔らかいところに刺すことはまずないですね。待て、今回復したかったんだけども、よし、刺しちゃおうかな。なんかあまりこう太刀使ってる人ってスリンガーとかじゃないや、このクラッチあまりしないイメージがあるからですね、もう積極的に狙っていった方がいいと思いますね。危ない危ない、おいよ、怖い。スリンガー拾いたいね、スリンガーは拾いたいね。いやー、本当マジでプレイヤーの他のプレイヤーの立ち回りとかこう確認しなきゃいけなくなっちゃったね。ブラスト、うわー、ソニックブラストしてる。恐ろしいよあいつマジで。はい 怖いよ、怖い。ちょっくれ、回復した？回復してないね。 うるせえな、本当に。さあ、刺す位置ちゃんと気をつけようね。後ろ足に刺そう。ティガレックス足だったら後ろ足ですね、まあ、確実に間違いない。わあ、そんな攻撃あったんだね。待て、うっしゃー、危ねえ今のは。
まあ、あのね、そもそも起爆流行を刺すこと自体が難しいんですよね。ほんとなかなか狙えない。痛い。チャンスも少ないからね、本当に生かしたいんですよね、ガンランスと気持ちとしては。まあね、ガンランスも多分言い分あるよ、これ。仕様が悪い。起爆流行が悪いわけじゃないって。あ、起爆流行が悪いか。起爆流行の質が悪いっていう。質というか、仕様が悪いよね、本当に。オンラインプレイだから、あまりこう、迷惑かかるような技って、こう、あんまり作っちゃいけない気がしますけどね。さあ、チャンス、数少ないチャンスの一つ、それ、後ろ足にちゃんと刺す、そう。で、体験ですね、体験と太刀なので、まあ、比較的多分腕とか頭に行くのではなかろうかと思いますね。うん、おそらく大丈夫だと思うけど、おお、突進、危ない。まあ、なので、比較的、まあ、比較的大丈夫なのかなと思いますけども。あと、まあ、太刀は結構、アーマーが多いからですね、技がですね。なんで、起爆流行もそこまでこう影響受けにくいと思うんですけどね。でも足元つけてもやっぱ誘爆は当たるもんは当たりますからね。こんな感じでボーンって爆発するからですね、これが 100% 確実にそう防げるっていうわけじゃないんですよね。プレイヤー今近くにいいね。やっぱ立ち回り上やっぱどうしてもこう上半身っていうかその腕とか柔らかい部位に行きがちなので、まあ、足に刺すということは一つの対策ですよね、起爆流行に対しての。ね、うん、起爆流行の誘爆は多分、太刀は大丈夫。危ね。逃げて正解だったね、今。うん、やっぱこう場所を選ばないでダメージを与えることができるのがガンランスの強みなんで、うん、もうあのガンランスの人たちはガンランスを人たちとかしらガンランスを使うときはですね、比較的人気のない部位をこうひたすら狙っていく、そして確実に刺せるような技術が問われますね、間違いなく。まあ、こういう感じで本当に立ち回っていかないとですね、誘惑ボーン、あ、ギリギリ当たってない、ラッキー。周りのプレイヤーの動きを確認しながら、よし今は打てるなとか今はダメだなっていうのを判断していくという、ちょっとこうまた違った難しさがこれ求められちゃうな、おい。まあ、今はまだ3人ですからね、まあ、比較的今は肉質もそこ、ま、肉質じゃねえや、今はそこまであまりこう武器種的にも、まあ、比較的相性はいいよね。ランスとかがいるとね、立ち回りが似てるからね。でもあっちは、ね、肉質依存するからな。まずい、危ない。今近くにプレイヤーがいましたね。なので今そこで起爆流行の誘爆をするのはやめておきましょう。うん、気を使ってけ。そう、今ね一緒に戦っている人たちはねコンピューターじゃないんですよ。そう、同じ人間ですから。そう、向こうがコンピューターだったらいいんですけどね。あ、でもあんまりあれか、意外とあんまり関係なかったりするのかな。危ないな、もう。ういさあ打ってけ。そう、ガンランサーはねやっぱこの起爆流行ほんと狙っていきたいんですよね、マジで。はい、どうも。それまあ今はね近くに人がいないからですね、ガンガン打てますけど。あ、いやー、この声マジで本当にすごいうるさいね。オッケーオッケーオッケー。おお、ダメ、全然オッケーじゃないよ。それそれで足にね、なるべくね僕はやっぱ後ろ足をこう狙っていきたいんですけども、後ろ足狙うことによってダウンもね奪えるわけですよね、可能性としては。まあ、なのでなるべくやはり後ろ足もうね、肉質の柔らかい部分はやめてね、そう、もう後ろ足とかに刺した方がいいと思いますね。ね、全然来ないですよ、こんな場所。OK。後ろ足に刺したのに腕なんですよね。マジか、ぶっ飛ばしっすか。おいよ。さあ、気をつけてね。プレイヤーが集まりがちだから、動きを見ながらね。でも、もうみんな頭いってますね。うん、OK。そう。他のプレイヤーが一体何の武器を使ってるか、太刀と体験と、ヘビーボーガンですね。まあ、ガンナーは距離離れるからあんまり関係ないですけど。
やっぱり同じ同色の、まあ言って剣士では特にね気をつけていかないと。気使ってけ、本当大事だから本当に。おお、ちょいちょい、おお、今のやられるかと思った。危なかった今の。それ、オッケー、よし、ヒルマスターよ、いけ。よし、さあ起爆流行を狙っていきましょうかね。そろそろ切れそうだね、起爆流行も。新しいやつ刺さないとね。いや、ちょっとスリンガーを補充しないとね。それ、はい、ねえ、ほんともう他のプレイヤーのこともちゃんとしっかりと考えるのは当たり前なんですけど、起爆流行の使用によってね、ちょっとこうね肩身狭いけども、なんとかなるよ、うん、もう俺らの技術を上げるしかないよ本当に。いかに迷惑かからないような場所に刺すか、ちゃんと狙ったところにちゃんと刺せるか否かっていうことだよね。しっかりと後ろ足をこう狙ってね、刺すように努力をする。おりゃ、 OK、 起爆流行で尻尾切れるんだね。OK、 はい、そこ突進しっかりガードね。もう一回来るよ、ソニックブラストだ。この技マジ凶悪だよな、マジ怖え。アカムトロムもう涙目ですよ、あれ俺の技じゃんみたいな。比較的やっぱりね、後ろは人気ないね、ほんとだから比較的いいと思う。こういうとこ、こういうとこ、もう後ろ足、後ろ足やね、ほんと後ろ足で。あいたたた、連続で来ると思うな。放射タイプだったら当たるね、放射型だったらあそこ届くからですね。ナイス落としやな、オッケー、グッジョブ。当たるかな、結構当たらないですね、残念ながら。尻尾の付け根ですね、今は当たってるのは。ナイスということで、ご視聴お疲れ様でした。まあ起爆流行の刺す位置はね本当に気をつけましょう。うん、まあこんな感じでね、しっかりと考えて立ち回って、効率的に使えばですね、他のプレイヤーに迷惑かかる可能性がぐっと下がるからですね、まあ修正されるまでの間は、うん、まあ、こんな感じで考えてやると、まあ、嫌われなくて済むのかなと思いますね。あとはまあ流撃法ですよね、砲術のね、溜め時間といいますか、短縮時間が軽減されてるんでですね、約40秒で流撃砲が打てるからですね、流撃砲の打ち方とかもしっかりと気をつけてね、他のプレイヤーを巻き込まないようにしてね、うん、効かねえんだよ、俺に勝てると思ってんのか。やるな、お前2発打てんの、完全敗北やん。